キチャンネル。以上、月曜日総チェック、はい、のお時間でございます。もう開幕してから1ヶ月半、ゴールデンウィークも終わりましてですね、皆さんどうでしたか。ゴールデンウィークが全く楽しくなかったロッテファン、オリックスファンの皆さんもしっかり総チェックをして気分一新でね、ゴールデンウィーク終わりましたから、ここからね頑張っていきましょう。あれ、楽天ファンの皆さん楽しそうですね。ほら、ヤクルト首位浮上、いやーいい感じですね。阪神惜しい戦い続くね、ギリギリそこ勝ち切れるかどうか勝負ですね。ロッテ、オリックス、やばいですね。日本ハムもうちょっと頑張らないと上行きませんよ、はい、さあということでね、今日はセリーグからやっていきましょう。まずは巨人対ヤクルト、幸せそうなヤクルトファンの皆さんのために初っ端からやります。巨人ファンの皆さん、まだまだ A クラスにいますよ。ここからです。で、5月3日13対2ヤクルト、7日6対2ヤクルト、8日4対3でヤクルト、ヤクルトの3連勝ね。えすごいね、負けかけたけど負けないっていうね。まあ5月3日はね、13対2ヤクルトということで、ヤクルトね、先発原7回97球7安打3三振無四球2失点と、まあ援護にも恵まれて、でまあ無四球で打たせて取る持ち味、非常にねグピッチで、で巨人もね東海です、13失点。まあでもね、若手のルーキー赤星ね、あと若手の堀田山崎ね、疲れくんだよこのゴールデンウィークでね、そこをどう踏ん張るかね。でもその時に一番支えなきゃいけない菅野がいない、これが大きいよね。ここでベテランとかね、エースがバシッと踏ん張っていくことによっていい流れを作るんだけども、そこがいなくてルーキーが疲れていくっていうね、非常に厳しい。その中でヤクルト村上4年連続満塁ホームラン3回表に、で長岡プロ初ホームランツーラン9回表にッ、ナイスホームランね。でオスナ3号5回、もうオスナがホームラン打つ出すともうやばいこのチーム。しかもね、サンタナが離脱してるところで新外国人選手の補強もねしっかりとって、早くねチームに合流したいというね声もありますけども、こうなってくるとまたヤクルトがね行くんじゃないのかっていうね、タフマンぶりっていうねところですけども、7日6対2でヤクルトね。巨人シューメーカー3回63球3安打、1三振3四球2デッドボール6失点、シューメーカーでねもう止めれなきゃ終わりだよっていうところで、この試合絶対勝たなきゃいけなかった巨人、そのシューメーカーが制球力命っていうところで5四死球はきついね。初回青木フォアボールで山田にツーランホームランで、3回塩見デッドボールで青木にもデッドボールで、山田フォアボールで満塁にして、村上に2試合連続満塁ホームランジェーンときついね。こんなことになるとはジャイアンツファンも夢に思わなかったけども、ヤクルトは見逃せないね。ヤクルト先発高橋奎二、6回104球5安打8三振無四球1デッドボール2失点と、まあ、約1ヶ月ぶりの3勝目というところで、去年から5連勝中でございますね。まあ、初回はねボール先行でバタついたけども、まあ、2回以降ストライク先行で持ち味出すというところで、逆に言うとジャイアンツは初回トントントンとねもっと行きたかったところだけども、やっぱりね序盤6失点はね重すぎたっていうね。で巨人は初回ね広岡ツーベース、丸ショートフライで、ウォーカーがねインコースストレートを差し込まれてねライトフライで、岡本が三振と、ここで先制していればね流れは変わったけども、多か状態いいんだけども、スリーボールからインコースが差し込まれたって、あれ引っ張りにね行きたかったっていうね。まあ、この初回得点できなかったことでね、まあでも菅野もいない、坂本もいない、吉川もいない、大ピンチね。でその中5月8日4対3でヤクルトの勝利というところで、巨人高橋ね4回3分の276球4安打2三振3四球1失点と、まあ、試合作ったけども4回3分の22アウト2塁から交代っていうね、原監督らしい非常采配、絶対に勝ちに行くんだと、負けられないぞっていうね姿勢が示された交代劇でしたけども、まあ、2アウト2塁で山田で桑原出てきてセンターフライとね、ここは柵が転じて無視って4回裏ねウォーカーがセンターフライタッチアップ三塁へ、アグレッシブの走塁でねヘッドスライディング、その後中地がセンター犠牲フライというね、この走塁が生きてね結構浅めだったけどもね、走ってこのね進塁したことによっての1点で、6回裏そのね絶好調ウォーカーがねレフトへツーランホームランで、空気はもう完全に勝ちペース。その中でよね、7回表ヤクルトの攻撃、ピッチャー今村ワンアウトから宮本デッドボール、塩見フォアボール、青木フォアボール、バッとどうした。でそこでねピッチャーデラーソンに代わって山田がねライトへ犠牲フライ、ここキーポイントだね。この1点が結果的にヤクルトは大きかったけども、巨人はここ0点にしとけば多分勝ってたと思う。
この今村の三四四球はちょっと痛いね。でその中9回の表ね、その、まあ、それでも3対2でね勝ってる中でピッチャーね大勢守護神出てきて、ワンアウトから中村レフトへツーベース、で塩見大安打、ワンアウト一塁になって山崎初球アウトコースストレートね流し打ちでセンター超えるんだけども、これが逆転2点タイムリー、これでねヤクルトが勝つんだけども、まあ、ここでね1点差ワンアウト一二塁、バッター山崎外野前進守備、レフト立岡後輩しながらギリギリ触ったけど取れずね。これもしねチームが状態良くて連勝中とか、あの波に乗ってる時だったら多分ここでねそんなハードな前進守備引いてないと思う。まあ最悪同点 OK かなとね。でも一塁ランナーを返さないようにしていこうと、でねバッター山崎って考えた時にそんな山崎で後ろ下がんないでしょ、それは下がんない、だから定位置ぐらいでっていうところはねあったかもしれない、1点 OK みたいな、でももう負けられない1点勝負っていうところ で山崎だと上越えられないやろと前進守備引いたら、それをねレフト越えて立岡ギリギリあれ取ってた、スーパーファイプレーだったけども取れずっていうね、この連敗中がさせた策だね。でもこれはもうね仕方ない、駆け引きだからね。そういったところでは是が非でも勝ちに行きたいジャイアンツの策がね裏目に出て、そこはね山崎がしっかりね孝太郎ねタイムリー逆転っていうところで日替わりヒーローが出てくるところはね強い結果、ヤクルトの3連勝でした。さあ続きまして広島対 DeNA、5月6日3対4で DeNA、7日2対1で広島、8日17対3で広島の2勝1敗で勝ち越しっていうところで DeNA は怪我人続出っていうねところで厳しい戦いの中で、まあ、5月6日ね、今季初登板今永ね6回84球9安打3三振無四球3失点と、まあ、立ち上がりね制球甘くて球に力も感じなかったけども、尻上がりにねキレ制球取り戻していってね、次回登板がさらに期待かなっていうね。で広島先発大瀬良ね7回122球8安打5三振3四球3失点開幕7試合連続クオリティスタートね。まあ、初回ね変化球が高く浮いて大谷スライダーをレフトへホームラン、で牧にフォークボールね落ちきらず真ん中に入って、左中間へツーランホームラン、これ痛かったね結果的にこのタッチ、でもそこをねしっかり太田牧がねついたっていうねグッバッティングが、まあ、生きたけどもね。で広島はね1回裏堂林がレフトへツーベースで、上本がショート内野安打でノーアウト1、3塁で西川センタータイムリーで1点で、マクブルームがまだ内野安打でノーアウト満塁から坂倉がレフトへ犠牲フライ、ここで二塁ランナー西川もタッチアップして二三塁間に挟まれてタッチアウトでバッ、これはもうちょっと無理な走塁だったね。この満塁でノーアウトそんな無理に、しかもライトフライだったら分かるけどレフトフライで三塁タッチアップ、これは無謀、しかも楽々アウトの挟まれてたからね、そんな自分がおとりになる必要もないし、これ痛かった。でその後中村ね内野安打でツーアウト一三塁になって、磯村の時に一塁ランナー中村牽制アウトバーッ、ここで2点止まり、これね一気に同点いけてたね、最低でもここがね結局キーポイントかなと。で DeNA もね11回戸柱センター前で倉本バント、で上里がねセンタータイムリースリーベースで勝ち越しっていうところで、まあ両チームね踏ん張ったけども最後はね上里が勝ち越したっていうね、逆にカープはこの初回痛かったね。7日、2対1でカープっていうところで、この日ねカープがやられたやり返すサヨナラ攻撃だっていうねところで、延長ね制して西川のねサヨナラホームラン、本人は詰まったっていうけども、あれ詰まらなかったら切れてたね、いい詰まりグッドバッティングね。で先発ね、DeNA 上茶谷6回97球かな、4安打8三振1四球無失点と、まあ、球持ちがね非常にグッドね、抑えも効いてて球筋のストレートかなり良かったね。でそこから変化球っていうところでね落としたり曲げたりしてとても素晴らしいピッチング内容だったんじゃないでしょうか。で広島のね先発森下9回119球4安打6三振3四球1失点と、まあ、ストレートの伸び場が抜群でね変化球との緩急が生きてくるピッチ、両投手ね素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。 DeNA はね5回大和レフト前で、ここでね次倉本の時にエンドランねバスターエンドラン空振りでも盗塁がセーフっていうところで、広島ここまで試合35試合ぐらい戦ってきて坂倉、相澤、磯村盗塁誰も刺してないバッと、しかもここの送球もワンパンになってね、まあ、坂倉はマルチポジションやってるけど下半身と上半身のバランスの連動が全く取れてないから、その力が伝わりきれてないね、
そこの連動とバランスをもうちょっとうまく練習しないとちょっと厳しいね、このままではね。でその後倉本がね、三振、これ最低、進塁打打たないとね。で山本三振っていうところで、ね、まあ9番に向かっていくからね、分かるけどもね、坂倉もね、あ倉本もね、でもツーアウト追い込まれたら進塁打打ってもらいたかったっていう。でツーアウト二塁になって上茶谷レフトへタイムリーヒットっていうところだけども、これレフト堂林タイミングは完璧アウトだけども、ワンバウンドが中途半端になってキャッチャー取りきれずね、セーフになったけども、あれはもうねノーバンで投げてよかったよ。あれノーバンで投げてたら楽勝でアウトだった。そこでね、常にワンバンで投げなきゃいけないっていうところをね、やっぱこのね頭のスイッチを変えて、ノーバンでもいいんだよと。だから練習からノーバン投げる練習もしながらノーバンでいってほしかったね。そこはちょっと判断ミスだったかな。で広島はね6回森下がねライトへツーベースね、打率3割5分4厘やばいね。で続いて、堂林ね三振、まあセーフティーのね、空振りとかいろいろあって、でもここでもね最低限進塁打ね打たなきゃいけない。でその後菊池三振で西川ね、ショートゴロ牧がね攻撃するけども、二塁ランナー森下ね、ストップ、まあ、あれは帰れないね、あれ怪我のもとだからね、ちょっと危なかったけども足ねやったかなと思ったけども、あれはね帰れない。でマクブルームライトフライね、こう1点取れず、だからこの堂林のバンドね遅れず進塁打も打てず、これがバッとね。で7回坂倉ライト前で、エスコバはねバンドフィルダースチョイスして、で中村フォアボールで、長野がきちい犠牲フライで追いついて、最後西川のさよならね、やられたやり返すさよなら返したね、西川グッドホームランね。で8日17対3で広島の勝ちっていうところで、もうこれはね評論のとかすると駆け引きキーポイント全くなかったです。もうだって菊池5打数4安打、西川4打数2安打3打点1ホーマー、マクブルーム5打数4安打4打点2ホーマー、坂倉5打数4安打2打点、上本4打数4安打1打点、末金ね4打数1安打、5打点1ホームラン、満塁ホームラン付き、小園5打数2安打2打点1ホームラン、もうどうやって説明、全員にビッググー素晴らしいナイスバッティングでしたね。逆に DeNA 東7失点、宮国6失点、砂田3失点、入江1失点、全登板選手全員失点です。頑張っていこう、ね、ということで結果広島の2勝1敗で勝ち越しでした。さあ続いて中日対阪神、5月6日1対0で中日サヨナラ勝ち、7日2対1で中日、8日4対3で阪神、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、もう6日はね中日大野が10回120球1安打5三振無四球無失点、9回完全逃したけども10回完封グッズね。もうこれはあれ上げていきましょう、スパイラルグッズね、素晴らしい。1点でも取ってたら完全試合だったのにね。でもそれに引きを取らず青柳9回3分の1 109球5安打6三振2四球1失点、こっちも上げておきましょうね、流星グッズね、素晴らしい。仕方ないねこの青柳もね。でまあ中日はね、もうだってそれまでお互いそんなにチャンスないからね、語ることないんだけども、中日はね10回ワンアウトから三ツ俣レフトへツーベースで、木下ね申告敬遠で、溝脇がライト前で、石川がねセンター最後サヨナラヒットを打つけども1回遅かった。これもってなってたら大野がね完全試合達成、ノーヒットノーランとダブル達成だからね。まあでも素晴らしい試合でしたね。でもね佐々木朗希の完全試合の時は松川があんなに褒められるのにね、大野が、まあ、完全試合、ね、してないとはいえ9回で言えば完全試合よ。しかも結局1安打完封で勝ってても木下のリード誰も褒めない、どうなってんだね世の中はって思いました。はい、5月7日2対1で中日の勝ちっていうところで、中日まずは5回63球4安打2三振1四球1失点、要所のところでねチェンジアップが非常にグッと抜け感低め、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で阪神ね先発ウィルカーソン5回94球5安打6三振無四球2失点と、こちらも安定感試合作ってねグッピッチ、まあねいい試合だったけども、もう勝ち負けがねついちゃうのが仕方ない野球ね。中日は初回2アウト1塁から阿部がねセンタータイムリーで、3回2アウト1塁からビシエドのねレフト、タイムリーツーベース、この1塁ランナー三ツ俣非常にグッソーレね。ここで阪神ね中継でショート中野ホームへの返球がゴロになってね、あそこしっかり返球しきれなかった、まあ返球しててもひょっとしたらタイミング的にセーフだったかもしれないけども、しっかりスローイングしてたらひょっとしたらアウトかもっていうようなねところで、しっかりした中継したかったなっていうところですね。で阪神はねもう1本出ずっていうところで、まあ、2回ねワンアウト3塁から大山がね、一時同点になるセンター前タイムリーで、その後ね
小野寺、ライト前ヒットでワンアウト一塁から梅野ね463ダブルプレー、このチェンジアップがね効いてここで追加点いってればっていうね。で4回中野がねレフトへツーベース、この走塁非常に良かったツーベースをね。で佐藤フォアボール、山本バントで送って大山ね初球のチェンジアップ引っ掛けてサードゴロで、その後小野寺チェンジアップ三振、この松葉の要所のチェンジアップが生きるっていう、グッて逆に阪神これどっちかで1本打ってれば勝ってたね。で中日はね、6回からリリーフ清水祖父江ロドリゲスマルチネス、グッドリリーフ、非常に完璧なリリーフでねしっかり勝ち切ったからと。8日4対3でね阪神の勝ちっていうところで、まあ、これはねもう一発打ち合い、最後は、柵で勝つっていうね、あと中日ミス痛かったっていうところで、阪神はね3回表ツーアウトから島田のねライトへのスリーベース、で続いて中野のショートゴロね、三ツ俣悪送球、まあ、若干ショートバンになるけども、まあ、バットなんだけどビシエドも取ってやってほしかったね。この1失点これがね非常に大きかった、ね、で中日は5回裏ね鵜飼のツーランで、6回裏石川のソロでねホームランパンパンパンって勢いに乗っていくけども、阪神7回表ね大山のカーブ柳のねすくい上げてレフトへツーランで、8回表中野フォアボールできっちり盗塁、ね、で佐藤のセンター前、続いてロハスのね6-4-3ダブルプレー狙ったところが三遊間深い位置になったからね、ファースト届かず1点、これが決勝点ね。って考えてもあの三ツ俣のショートゴロの1点は痛かったね。ドラゴンズはエースが投げてただけにね。で阪神はね土曜日アルカンタラ岩佐田梶谷で、日曜日はアルカンタラ、湯浅岩崎、グッドリリーフね。このリリーフがね安定したら、まあ阪神はね負け越したけども、ここ安定してきたらここからの巻き返しもね十分可能かなと。逆にドラゴンズはねこの接戦を制してしっかりね勝ち切ったっていうところは大きかったけども、やっぱり投手戦になってくるとやっぱミスはね命取りだから、そこはね今後も含めてしっかりやっていきたいかなというところはあります。しかも今はね強打が2軍に強制送還されてるんでね、その後の今の選手たちはチャンス頑張らないとっていうね。ところでセリーグはおしまいね。さあ続いて、パリーグね、パリーグはこちらからいきましょう、ロッテ対ソフトバンク、5月6日、3対5でソフトバンク、7日0対16でソフトバンク、8日4対8でソフトバンク、ソフトバンクの3連勝っていうところになりましたけども、5月6日5対3でソフトバンク、ロッテ先発佐々木朗希中11日で休養明け、ね、どんなピッチングするのかっていうところで、6回91球6安打11三振1四球1失点と、まあ、スタイルはね、まあ、現状の完成形とからと、ストライクゾーンの中にどんどん投げていって、基本はねストレートフォーク、でたまにカーブとかスライダー投げるけども、多分8割9割方はストレートフォークね。で100球制限を維持するっていうところでね、これはね対策としても100球ぐらいで変えるんでしょとね。一番ダメな策が球数投げさせて早めに降板させよう策がね、これで一番ダメな策です。なぜなら待って初球から打ちに行かないで、待って粘って、球数投げさせようって言っても3球で終わりますよ。どんどんストライク投げてくるからでしかも、追い込まれてたらそんな粘れないよ。だからもうねこの一番のねいい作戦はね、万が一もう打てなくても仕方ないと、もう初球からどんどんねもう打ちに行くことが多分佐々木朗希対策の一番の成功法なんじゃないのかなと。そうじゃないともうどんどんストライク投げてくるから、本当ね初球から打ちに行かなかったら3球で終わっちゃうからね。それもし、3人続けられたら10球ぐらいで1イニング終わっちゃうから、投げさせたいと思って待ってるのに結局球数少なくやられちゃうっていうパターンがあるから、もうね積極的にどんどん打ちに行くっていうところが、でもし万が一できたらフォークの低めの変化球を見逃せればかなり大きなアドバンテージを得れるけども、そこが勝負だね。まあ、俺打席立ったことないからどんな感じか分かんないから好きかって言うなって思われてるけども、まあ、ここが勝負かな。あとはまあ、今回のソフトバンクやったように、まあ、ヒットね佐々木朗希から6本打ったんだけども、6本中逆方向センターから逆方向にヒットが5本で、1本は牧原のねキャッチャー前の内野安打っていうところになるんだけども、そういったところも無理に引っ張りに行かないでセンターから反対方向にうまくねヒッティングっていうところも一つのね攻略法なのかなと。でも6回ね91球6安打11奪三振1失点完璧ですね。でソフトバンクね先発戦が5回69球8安打5三振2四球3失点と、まあ、調子は可もなく不可もなくなかなと、絶不調とも思わないし絶好調とも思わなかったですね。で決めに行くね勝負球はさすがね、フォークも追い込んでからの制球力っていうところは非常にね素晴らしく、ロッテ打線も苦しいんだからと。まあそういう中でねロッテの攻撃、5回ワンアウト2塁からね佐藤の時にプレート外してねちょっと投げにくそうな、でフォアボールで、ワンアウト1塁になって山口の時もねプレート外すっていうね、ここら辺なんかしっくりきてないんだろうね、この踏ん切りつかないっていうところの迷いの中でフォークボールをね山口にレフトへね三塁線抜けるタイムリーツーベース、で菅野のねピッチャー強襲でこれがね当たって三遊間抜けてレフト前に抜けていって、
まあ、あの逆転タイムリーになるんだけども、でこの後ねちょっと気持ち切れちゃったかな、安田の中ところでね2ボールになって、最後甘めのど真ん中のストレートを、ね、左中間に運ばれて、でここでね千賀の方ベースタラタラ歩いて、この左中間からホームに向けての延長線上の後方線にカバー行くことなく、キャッチャー甲斐のちょっと横らぐらいにいたっていう、これはねバッと、やっぱエースはそういうところもオフザボールのそういうところもちゃんとしなきゃいけないっていうところはね、打たれてあれはあるけども、やっぱそういうところはやっぱちゃんとしなきゃいけないっていうところはバッとね。でもロッテが勝てなかった原因はねここです。このね7-6に一塁ランナータッチアウトで、その後2-5で安田打者操作の三塁タッチアウト、バッバッダブルバッと、これねワンアウト一塁で、千賀はもう集中力も若干切れてバタバタしてる、で安田の左中間でホーム完璧にアウト、もちろん中継も良かった、でも楽勝でアウト、いやこのまま止めてワンアウト二三塁逆転しました、ワンアウト二三塁でよかったやんっていう3-2。ただこれもう一点ひょっとしたらいけてたかもしれない、あの千賀のバタつき考えると、ツーアウトだったら回してもよかったと思うけども、このワンアウトであそこはストップ、しかも安田までアウト、これはね本当に結果論だけども、結果的に見た評論だけども、ここが一番のロッテが勝てなかったあの最大のポイントだったような気がしますね。で9回ね来るんですよ、増田が出てきて、でも多くのファンの皆さんも増田守護神変えろって言うんだけど、増田の状態は全然悪くない、いいピッチング投げてたしね、あの時の解説聞いてもらったら分かるけども、中谷の時にねランナー一塁、これがね振り逃げで出たランナーでねバットに当たって当たってないっていう、あのね、あの確かにボールは軌道バウンドは変わったんだけども、シンカー系のワンバンってそもそもバウンド変わるから、あれはバットに当たってバウンドが変わったのか、そもそもワンバンしてバウンドが変わったのかが、あの一方向の画像だと分かんない、もうちょっと見せてくれないと、そういったところではねよく分かんなかった感じで振り逃げ、ツーアウト一塁になって代打中谷ね、阪神から来た、あそこでね解説の時も言ってましたけども、低めのね変化球を2回見逃して、その後アウトコーススレートが若干インコースに行ったけど振り遅れでファールね、解説の時も言いましたけど、もう完全に引き込んで低めの変化球振らないようにコンパクトに行こうっていうのがもう見えてますねと。だから一番怖いのは高めに甘めに浮いてくる変化球だから、まあストレートが一番長打が少なく痛手が少ない、ヒットは打たれるかも分かんないけども痛手が少ないから、やっぱアウトコースストレートが勝負球じゃないですかって言ったら、シンカー投げて甘めに投げて同点ツーラン、バッとね、どうなのどうなのそれは、分かったかったかな柿沼ね。だから柿沼のリードがいいとか悪いじゃなくて、ここはねうまくいかなかったっていうところで分かんなかったかな。しかもね増田は多分フォアボールが嫌だったんだろうね。だからあそこをシンカーの選択でもいいけど、低めのボール球投げるんだったら俺はいいと思うんだよね。でもフォアボールが嫌だったからストライクゾーンで勝負するんだったらもう絶対ストレート、ね、その中でツーラン打たれてね、11回グラシアルの打席でね、田中康ね、その前にシュートツーシーム空振りして、あこれはもうインコース力勝負で行った方がいいですねと、アウトコース行ってちょこんと合わせられるのが一番怖いんでねって言ったところで、ツーストライクから外に1球ねスライダーカットボール外して、あまあまあまあ続けるのが怖かったんかな、まあそれも分かる、1回外見して打ち返るのかなと思ったら2球連続それ投げてちょこんと合わせられてライト前、分からんかったかな萩沼ねえ、そこが分からなかったかな、勉強だなね、もっと勉強しよう、ベンチを含めてね、分かんなかったかな、まあ俺の言った通りやったからってね、その時抑えられたかどうか分かんなかったけども、分かんなかったかな、ちょっとね意図が見えなかったっていうところはねありますね。で両チームね本当前半から得点圏にねチャンスを置いて1本出ないところでね、最後は中谷グラシアルのねホームランタイムリーというところで、まあ5-3ソフトバンクの勝ち越しね。そして一番面白かったのがね、この柳田のオーバーランね、あれ柳田はここにいるよと思ってたけど、セカンドにね一瞬でも行こうと振りしたら、それがファールゾーンでもアウトになっちゃうのよ。ここはねルールをもうちょっと勉強しておくというところが大事です、ね。さあ続いて7日0-16でソフトバンクの勝利というところでね、ホークス20安打16得点、先発大関9回116球3安打6三振1四球無失点3勝目初完投初完封グッツナイスピッチング、ね、しかも6、7、8、9がすごい打つ、
柳町6打数3安打、上林4打数3安打2打点、今宮5打数3安打、甲斐3打数1安打2打点と、まあ、これはもう打ちまくってね、もう言うことないです、ね、ロッテにも逆に言うことない、ね、本当、チームで3本しか打てなくて、エラー1個して、16失点、20安打打たれて、ね、でピッチャーは、吉木6個、もう逆に言うことない、惨敗です。はい、続いて4対8で、ソフトバンク3連勝ですけども、この日ね、ロメロ、ね、防御率連点なんか一気に跳ね上がるっていうね、4回93球7安打3三振3四球1デッドボール6失点と、まあ、制球乱れね、フォアボールも多く出したけども、まあ、対ソフトバンク戦ね、前回結構まっすぐとスライダーチェンジアップがねかなり生きていいピッチングしたんだけども、今回もそれ2度目は通用しないよっていうところでね、ホークス打線がしっかりねそのスライダーチェンジアップをね攻略されてね、初回ね菅野がツーランで逆転するもソフトバンクがどんどんどんと8得点ジェーンと、もう打たれまくり、もう変わった選手も打つからね、どん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 打って、もうホークスはもう喜んで移動しただろうね、まあ、結果はねマリーンズの惨敗です。ホークス3連勝、はい、さあ続いて西武対日本ハム、6日5対0で西武、7日2対3で日本ハム、8日5対1で西武、西武の2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、5月6日西武ね高橋7回116球3安打3四死球無失点と、まあ、ストレート力強く変化球の抜け感を作用して非常にグッピッチ、ね、この日はね本当に制球力も良くで ここまで25回無失点継続中です。非常にね素晴らしい、ね、で日本ハム先発ね生ため5回3分の1 68球3安打3三振2四球1デッドボール2失点と、まあ、早めにね援護点があればもうちょっと違った展開になったかもしれないという形で、まあ、基本はねサイドスローからストレートツーシームスライダー、それをどんどんストライクゾーンに投げ込みてで打たせて取るスタイルっていうところでいい感じでね来てたけども、早めに援護点があったら違ったね展開になったような気がします。西武はね6回裏山田フォアボール、金子バンド、戸川デッドボール、オグレディフォアボール、で殿崎が3ボール2ストライクからスライダーね、これ見逃せばひょっとしたらボールだったかもわからないところをうまくね引っ掛けないでそのままねライト方向へ、タイムリーで、ピッチャーね、交代、上原、山川をね、サードファールフライ打ち取って、中村フォアボール、でこう押し出していって、で、7回、栗山のね、レフト犠牲フライ、で、8回は山川にね、ツーラン、もう山川にね、打たれたら終わりですっていうね、っていうところで答えで、まあ、日本ハムはね、チャンスとすれば、このね、3回、5回表、この3回のね、ワンアウトから今川の、サードゴロ、おかわり君、ファーストにね、悪送球。でワンアウト一塁から梅林のショートゴロ源田二塁へ、ね、トスが悪送球になって、ワンアウト一塁になって水野三振、野村が、ね、センターぐらい、ここで、ね、1点取ってれば違う展開で、あとは、ね、5回ワンアウトから、ね、石木がライトへのスリーベースで、今川梅林が連続三振、ここで、ね、この3回5回で1点取ってれば本当に、ね、流れ的には大きく違いが出たかなというところで、まあ、得点できなかったのが、ね、この5対0という結果になってしまったかなと。で7日、3対2で日本ハム、ね、西武先発宇都宮5回63球3安打3三振1四球1失点2000投球回数おめでとう、ね、で両打者に、ね、アウトコースの制球力非常に素晴らしくて、その中でたまにインコースのストレート投げるのが効いてね、グッと勝たしてやりたかったね、本当にめちゃめちゃいいピッチングだった、ね、で日本ハム、ね、先発は噂は7回104球4安打8三振3四球1デッドボール2失点と、まあ、今季初勝利というところでね、まあ、3回ワールドピッチで、ね、1失点、これね、捕手の宇佐美がね、動きが遅いっていうね、で4回中村にね、センター、初球をね、バックスクリーンにホームラン、これ2失点したけども、まあ、低めのね、変化球意識っていうところは非常にグッドだし、腕をね、しっかり振れてたっていうところでね、この変化球のね、抜け感が非常に素晴らしかったかなと。で日本はね、5回、宇佐美がね、あのスライダー、宇佐美からね、ライトへホームラン打って、まあ、6回ね、相手のミスを見逃さず、2得点でね、打線がしっかりつながる。今日はね、相手のミスにつけ込んで打線がつながるっていうところで、6回ね、先発ピッチャーね、宇佐美から交代して平井ね、今川レフト前ヒットで、松本バンドピッチャーゴロ、これをね、平井がショート投げ、セカンド投げるんだけども、ショート新人中山がファースト投げるの焦って補給できずにポロンチョ、判定はアウトだけどリクエストでセーフ、これ痛いね、まあ、ダブルプレーはひょっとしたら取れなかったかもわかんないけど一つ取れてた。でノーアウト一塁になって、でこれね、二塁ランナー今川がね、この野村のバンドを引いただけなのに飛び出した瞬間、キャッチャーねルーキーの子がセカンド送球して、その送球間にサード、これあキャッチャーあるある、これ難しいのよ、あのワンテンポ呼吸ね、いやよっしゃーと思って投げちゃったら三塁行かれたっていうね、俺もそれある、よっしゃーと思ってセカンド投げた瞬間に三塁行かれてやばいと思ったら、西岡が華麗にサード投げてアウト、
西岡グップレ、超昔の話だけど、でもこれあるあるなのよ、ね、そういった意味では古賀もね、あのワンテンポ受けるかどうか勝負だけど、よっしゃと思って投げちゃうんだね。ここが難しいポイントです。でノーアウト一三塁になって野村がねライト前タイムリーで、ヌニエス三振するけども、アルカンタがねライト犠牲フライ勝ち越しっていうところで、このね前日はミスをね生かせなかったけども、今日の試合はミスをしっかり生かして得点勝ち切って、あとは噂エースがねしっかり投げ切ったっていうところは大きかったかなと。あとまあね、新人2人ミスでね、あのこれ敗戦っていうところになったけども、まあねルーキーだから許されるとか仕方ないっていうのはないからね、これをしっかり挽回できるようにここからね頑張っていかなきゃいけないかなっていうねところはありますね。で5月8日5対1年西武っていうところで、西武先発エース6回97球3安打4三振無四球1失点と、まあ、変化球ねしっかり低めに集めて、ストレートの、ね、コンビネーションが非常にグッピッチ。で日本ハム杉浦はね2回3分の1 49球3安打2三振3四球5失点と、まあ、山川にね初回ツーラン、初球をねインコース構えたところを真ん中目に入ったホームラン、まあこれはまあ仕方ないかと思っても、3回ね3ランね、1打席目ねストレートホームラン打たれたから、スライダーで行こうって変化球から行こうって思ったんだろうね。でそれをねキャッチャー宇佐美も普通にね甘めに構えてんのよ。そう考えたらよ、ランナーいるのよ、一三低くとかコースとか言ってよ、低く構えたりコース構えたり指数はするじゃん。それより甘めに構えて、それより甘く杉浦投げて、でそのままレフトスタンドに消えていくっていうね、もうジエンと宇佐美にもバッと、もうちょっと低め構えるとか、こうそこはもうちょっと意思表示しなきゃいけないね。コントロールが定まってないの分かるけど、定まってなくてもそれ意識をさせなきゃいけないから、そういった意味ではやっぱりその初球の入り、別にボールから入れとは思わないけど、無策って言われても仕方ない、意図が全く見えなかったね。まあこれでほぼ試合はね決まったかなっていうね。で西武はねここまでね防御率 2.41 とパリーグ1位で、先発防御率が 2.84 で3位で、リリーフ防御率なんと 1.68 でパリーグ1位、非常にグッドピッチャー陣頑張ってますね。日本ハムは逆に、チーム防御率が 4.15、 唯一の4点台で6位で、先発防御率 4.37 の6位、リリーフ防御率 3.84 の5位で、ホームラン32本と1位なのに得点圏打率2割9厘と6位。こういったところが多分ね、全力で振っていくのはいいけども、得点圏でいかにどうやってチャンスをねこう残していくかっていうところをね、もうちょっと改善していかないと、ちょっとバランス的にもあれ、あとピッチャーもちょっとね頑張れ。それになぜかというと、ただ投げてるだけじゃダメ、意図を持ってキャッチャーもリードしなきゃいけないし、意図を持って投げていかなきゃいけない。その中で打たれた打ち取ったところでのアップデートの勉強だからね。そういった意味ではこの山川の特に2本目のホームランは全く意図も策も見えなかった、残念だったなっていうね、バッっていうところで、結果西武の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。続いてオリックス対楽天、楽天イーグルースです。今日は最後に聞きましたね、ガリガリ君ではないらしいです、はい。さあということでね、コメント欄で私もガリガリ君だと思ってましたっていうねお声結構多かったですよね。思いますよ ね。さあということでね、オリックス対楽天、ね、6日2対3で楽天、7日1対7で楽天、8日1対2で楽天、楽天の3連勝っていうところになりましたね。6日、3対2で楽天、オリックスね先発田島7回101球3安打9三振1球1失点と、まあ、初回ね浅村にセンターね一発ホームラン打たれるけども、本当に完璧なピッチング、フォームのバランスも非常にいいし、頭を振らずね腕を振るっていうところで、まあ、去年ね途中からすごく良くなったけども、それをね非常に継続していいピッチングできてるんじゃないでしょうか。ただね援護率が 2.46 とパリーグ最低、これはきつい。なんと1位は楽天ね 4.45、 このね5月6日終わった状況での、数字になっておりますね。で楽天先発滝中ね6回94球7安打1三振無四球1デッドボール2失点と、まあ、初回連打でね2失点するもワンアウトでね西野レフトへツーベース、宗レフトへヒットで、ワンアウト1、3塁から吉田ねセンターへタイムリーで、ワンアウト1、3塁から頓宮がね、センターへ犠牲フライ、これね2失点するけども、まあ、対右にはねストレートスライダー中心で、対左には、ストレートシンカーチェンジアップ中心で、コースそして低め丁寧に投げた投球だったかなと。で5回裏ね吉田に5球連続カーブ投げたりして、でライトフライ、ここはね配球の傾向っていうのが出ないようにね、このキャッチャー隅田にも非常にねグッと、でしかも2アウトでランナーなしっていうところでね、こういった偏った配球がねやりやすいっていうところでね、こういった偏った配球を作ることによって何球以上続かないよっていうねデータを消していくっていう作業としては、非常にねこの5球連続カーブ投げるっていうのも素晴らしかったかなと。で8回ねピッチャーミドルね、楽天攻撃田中デッドボールで盗塁ね、で辰巳バンドファール、ね、バンドできず2エンド2からのレフトフライだったけども、レフトね吉田
二塁ランナー田中タッチアップ、あれでタッチアップされるときついね。吉田もねやっぱあれはきつい。でそのであと隅田にねサードゴロで、西川が2エンド2から、カーブをね、右中間ね同点タイムリースリーベースで、9回ピッチャー平野から鈴木大地初球ね思い切って打ってライトへねホームラン、グッド大地ナイスホームランね。でリリーフはねピンチで、交代湯気ね非常に素晴らしいピッチングでピンチを切って、でブセニッツ松井と非常に素晴らしいリリーフでね勝ち切ったかなと。逆にオリックスは勝てたね。さあ7日7対1で楽天ね、楽天先発早川ね6回106球6安打5三振無四球1失点、まあ、左右打者ともにねインコースをやっぱりしっかり投げてね低めで丁寧に投げてるっていうところが、まあ、勝ちをつなげてる、まあ、でも去年も前半良かったからね、これどこまでね体力維持して続けられるか勝負ですね。でオリックスね山崎幸也6回111球8安打3三振4四球3失点と、まあ、ピンチを作りながらも試合作るけどこの試合も援護なしっていうね、本当これ山崎に勝ち付けしてやったらもっと勝てんのにね。で楽天はね2回6回マルモルホスのねからの得点、あと対左4割5厘対右よりあのタイミングとフォームがめっちゃ綺麗なのね、あれ何なんだろうね。でオリックスはね打てず完敗だ、この試合マルモルホスがねかなり効いてたかなと。そういったところではマルモルホスが出てね返していく、対左には強いけど対右には弱い、このフォームとタイミングの取り方の違いは何なんだろうっていうねところはありますけども、まあ、しっかりね、大量得点で勝ち切るっていうね。8日1対2で、ね、楽天の勝ち10連勝っていうところで、オリックスはねもう連敗中ミスなく戦えるかっていうところが勝負でね、2回裏頓宮のホームランでね先制するも、3回ね楽天の攻撃黒川センター前で、辰巳のねサードゴロ、サード宗がね二塁へ悪送球で、太田バントで西川フォアボール、ワンアウト満塁から小深田のねショートゴロ、6-4-3ダブルプレー取れず1点取られてヘッドスライディングで負傷バッと小深田、もう気合とか意気込みは分かるけどもう怪我してちゃダメね、それだったらもうやんない方が、その1試合の1点を取りに行ってあの1シーズン無駄にする可能性がある中で1シーズン無駄にしてたらもうやばいよ、もったいないからね、頑張りは分かるけど怪我してたらダメ、ヘッドサイディングやめましょうね。ファーストは特にベースが浮いてるからね。で、4回表ね楽天の攻撃2アウト1、3塁からね辰巳のライト前で、これをねライト野口ねホームへグッスロー、ね、セカンドランナー、ね、島内アウト、ね、で5回裏、ねバレラ、ショートゴロ、山崎が、ね、ファンボールでエラーで、頓宮フォアボールで、紅林バンドワンアウト2、3塁から伏見のファーストゴロ、ファースト鈴木大地グップレー、ね、3人タッチアウト、トラウト後藤ライトフライで得点をやらず、ね、で10回表島内の初球フルスイング、久しぶりに満振りしたんじゃない、グッドホームラン、ね、だ痛いね、だこのやっぱまあ両チームね、オリックスはライト野口ねいいプレーもあったし、ね、山崎のねエラーからチャンスを作った後にファースト鈴木大地のね非常に素晴らしいプレーで失点を防ぐっていうところでと考えたら、やっぱこの3回のあの悪送球からのね1失点は大きかったかなと。やっぱミスなく戦っていかなきゃいけない、まあ、オリックスはね本当吉田の後の打者をどうするか、やっぱ去年ね吉田の後杉本が座って吉田とね勝負しなきゃいけない状況を作ったけども、これもうチャンスでね敬遠されるっていうところで、まあ、今後そこら辺もね結構打線の組み方では重要になってくるかなと。楽天はねもう10連勝っていう形で次はロッテを迎えてっていうね形になりますけども、果たしてどんな試合になるのか、今の楽天に太刀打ちできるのか、楽天は返り討ちできるのかというところではね、楽天は本当にね、逆転劇っていうところでは非常に素晴らしい試合だったと思います。結果楽天の3連勝でした。さあということでね、ついでベストライン発表していきましょう。まずはパ・リーグからピッチャーソフトバンク大関初完封で、マッチからのあだ名は横綱、キャッチャーソフトバンク甲斐、でもまだ打率が1割9分1厘じゃ寂しいぞ、ファースト西武山川どすこい、ね、もう打ったら負けない、はい、セカンド楽天浅村調子上々です、はい、サード西武中村おかわりくん、ね、やホームラン打ち出した444本、ミスター長嶋監督に並ぶっていうね。でショートソフトバンク今宮週間11安打すごい、ね、レフトロッテ高部二軍の帝王は卒業です、はい、センターソフトバンク柳町なくてはならない存在になってます。ライト
楽天島内五六、はい、DH 楽天マルモレホス、対右もっと打てればもっとやばい、はい、リリーフソフトバンク又吉、いまだ防御率 0.00、はい、セリーグ中日大野、完全試合だったのに援護がない、はい、キャッチャー広島坂倉、盗塁も誘う、ファースト広島マクブルーム、ウエストバージニア大学です。セカンド DeNA 牧、牧、サードヤクルト村上、2試合連続満塁ホームラン、ショート広島小園、打率1割8分じゃ寂しいぞ、センター巨人ウォーカー、アダム・ブレッド・ウォーカー2世、これがフルネームです。センター広島西川、さよならだ、ライト阪神佐藤輝、近畿大学、リリーフはマークガフ、グッドリリーフ、はい、さあということで、申し送り事項いきましょう。最後にね、まずはパ・リーグから、あ、楽天生命パーク、楽天対ロッテ、ロッテの皆さん、楽天チーム初の10連勝中ですね。もう何も言うことないんですけど、とにかく頑張れね、もう打たないと勝てないぞ。楽天の皆さん、瀕死の状態です。連勝伸ばせますよ。唯一気をつけた方がいいのは高部と山口です、ね、そこだけはちょっとね、気をつけていきましょう。日本ハムでオリックス、ね、日本ハムの皆さん、策ありますよ。吉田敬遠しておきましょう、ね、それで最初知っていきますよ。オリックスの皆さん、ね、日本ハム投手陣ガタ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 来てますよ。そろそろ打って援護点ピッチャーに与えてあげてください。ソフトバンク対西武、ね、西武の皆さん、ソフトバンクのリリーフがやばいのと、ロッテさんがかなり調子上げさせてるんで気をつけてください。ソフトバンクの皆さん、山川に打たれたら終わりですよ。超絶調子いいですよ。もう最悪打たれてもソロで終わるように前の打者を全力で抑えましょう。続いてセリーグ、ヤクルト対中日、ヤクルトの皆さん、ドラゴンズやっぱり投手陣がやばいんでね、そこはしっかり打線でカバーしていきましょう。中日の皆さん、ヤクルト村上がやばい、満塁ホームランすごい打ってるから、村上気をつけた方がいいよ。でも前の打者出さないと満塁にならないからね、次のねカードは打たないように、ね、全力で抑えましょう。 DeNA 対巨人、 DeNA の皆さん、巨人主力が怪我してボロボロですよ。若手も疲れてます。今が勝ち時です。ジャイアンツの皆さん、 DeNA 主力が怪我しててボロボロですよ。もうそろそろ連敗止めるいいチャンス、勝ち越しましょう。阪神対広島、広島の皆さん、タイガースちょっとリリーフがね良くなってきてるんで、先発をなんとか打ち崩してね、早い回に援護点取っていきましょう。タイガースの皆さん、カープがすごい打つようになってますよ。しかも先発も状態いいんでね、でもリリーフはね若干ポカあるんで、最後まで諦めないで頑張っていきましょう、はい、さあということでね、今週も皆さんで楽しんでやってまいりましょう。今週のねプロ野球どうなるのかね、3連敗した、ロッテ、オリックス、巨人のファンの皆さん、今年今週は幸せになるように頑張っていきましょう。でしょ。